力を持って力を制してはならぬぞ。ノリオ、さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。ということらしいです。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もゴーストオブツシマ続きからやっていきたいと思います。で、今日もノリオのね、イベント進めていきたいと思います。こちらでございますね。で、ノリオやった後に、石川先生行くという流れでやっていきたいと思っております。はい、というわけでやっていきましょう。酒井様、どうしたノリオ。どうしたのだ。近くに猛虎が集まり戦の支度を。なるほど。枯れたの木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず。絶対考え方合わないこいつとは。殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見物だな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。炎上を殺されてるんじゃ。そら切れるぞ。お断りします。殺傷はしませんが逃げもいたしません。こいつ一番戦で邪魔な存在じゃない。助けないと怒りそうだし。隠れろよ、逃げろよ。戦わないなら。俺は村を回り急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め隠れるように言え。村の中心にある屋根に登れ。おお、屋根から見渡せそうだ。自分の家族を連れてひとところに集まれ。わかり申した。よいしょ。おい、これコケで滑りそう。ちょここか。調べる。よく見渡せる。近所の者も連れてきてくれ。さて、お、これは何じゃと。湿地へ逃げればはぐれる者が多く出るだろう。いい餌食だ。なるほど、湿地へ逃げんと。ここに集まってくれ。さて、あとは。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。それな。そうそう、攻め込まれる場所指定するというかね、当たりをつけることが難しいわけだ。で、こちらか。寺か。隠れ家にいいな。なるほど。そしてまだ何かあるな。ここか。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。なるほど。え、でもこれ酒井様集まりました。火薬を混ぜるってどうやるんだろう。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。お前だぞノリオ。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。火薬を加える。ノリオの申す通り、寺に身を隠すのです。火をつけろ。おお。足を止める暇はない。なるほど。香炉に火を加える、火薬を混ぜて、こういうことか。あ、すんげえ仕掛けになっとる。どっちだろう。とりあえず猛虎が来るまでガチャガチャやっていこう。ここ なんつうんだろう、あの寺の敷地内なんだね、完全にね。だからこういう香炉が至るところにあると、そういうことでしょうか。はい、火じゃない、火薬をこれある場所忘れちゃいそうだな。さっきから黄色い鳥飛んでるけど、なんか邪魔だ、邪魔だね。邪魔だってするな。あと一つ。そこか？オッケー。これでラスト。村外れで待ち構えておくか。おう、猛虎が近くに来たら。あ、鳥か。オッケー、村外れとはどこに行けばいい？
どこで待ち構えればいいんだ私は。蔵に隠れるか。そうするかね。ああ挟まった挟まった。さっ、高床式倉庫。へえ、こんなのも用意してあるんだな。さて、来るぞ猛虎が。来たな。甲炉に火をつけるとするか。ちょっと連続。はい。どこにいる？おい、うどくくちゃはるた。はい。よいしょ。闇打ち。闇打ち。すごいな、航路の近くにめっちゃ集まっとるやない。はい、これで見つからんと。連発。闇打ち。やっと、あっちもおるのか。オーケーオーケー。ここにもあるのか、航路。あ、あるわあるわ。よいしょ。はっ、効かぬな。闇打ちできないのか。くっそ。やっぱ闇打ちやってから航路にやるのが良かったのか。お、なんだそれ、なんだそれ。え、剣が火まとってんだけど、かっこよ。え、なんだそれ。ま、ちょ俺にも教えろ、俺にも教えるんだ。どこだ。おっと、いるな。なんだ、逃げ惑ってんのあいつ。大丈夫か、お前大丈夫か。お前大丈夫か、お前大丈夫か。おお、まぶしい、まぶしい。寺へ行け。この村の地理をさ、全然覚えてないんだよね。おお、あ、やばい。仏に捕まってしまった今。お前は寺へ行くでないって。寺へ行くでないって言われた。ん？ん？贈り物の社。ああ、違う。寺。わしが行くべきは寺。寺にいる乗り手たちを助けるわけだね。大丈夫？あ、いるいる。争っておる。大丈夫か？大丈夫か？乗りよ！乗りよ！乗りよ！ノリオ、大丈夫か。助けるぞ。闇討ち、まだできる。ノリオ、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 大丈夫か。ノリオ、あ、あれ、おい、おい、よいしょ。おー、いやー、いいねノリオ。ちょっとさ、ガードして、カーンって弾きたい。蹴りしかやらんのか。いい、ならば消えろ。よし、ノリオ大丈夫にござるか。あ、方針やられちゃってるじゃねえか。説得したんか、まさか。これは何事だ。猛虎に襲われ、後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。方針。父の呪いが外されるたびに仲間が殺された。
ある時、酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて、怪我に苦しみながら、私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いて、みんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。そんなことないぞ。お前が死んでも何も解決しない。同じことを考えてきた、何度もだ。そう、境も残されてる側だからね。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。はあ、救われねえな。救われねえな。さて、ノリオ、いろいろあったが、俺は行くよ。と、あっちっち。よし。じゃあ次だ。石川先生とこ行こう。ニコの、甲冑師ね。よし、まあ、とりあえず、行くわ。で、行く前にちょっとパワーアップしとこう。いや、でもだいぶ伸びてきたね。区内の威力倍ってこれ地味にいいな。伸ばしとこう。あと連殺回、これもつけとこう。続けざまに敵を3人も切れば活路が見出せよう。ということで、ござる。岸寺で助けがいるとノリオが申しておったな。岸寺？岸寺とは？どこの話じゃろう。全然わからん。全然わからぬ。とりあえず、行くぞ。苔岩神社。この先。ほう、まあ、とりあえずいいか。石川先生じゃな。あそこの煙上がってるところかしら。とりあえず、うまノブ、ノブ、よし、行くぞ。もうすぐ近くだ。石川先生がおるはずだが、ここら辺にいると。石川先生、石川先生、おらぬか。誰、カッパをご存知ですか。本当にいるんですよ。何だと。石川先生の話ではなく、なんと赤島の集落に姿を見せたそうです。石川先生のことか。人か。調べてみるとしよう。石川先生のことか。もしや。またお侍が現れた。役立つものばかりです。で、侍が現れたとかではなく。どちらだ？どうぞ見ていってください。あ、こちらか。石川先生の噂をしてる人だね。日吉の湯は武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。ついに巴をやるときが来たか。もしかしてこれは。よし、行くか。東。ノブ。ああ、東だ。では、人から行こうか。お、なんか叫び声が聞こえんぞ。戦闘中かすでに。こっちに寄ってこんか。
石川先生が危ない。石川先生が危ない。そう。痛い。なんか、お前らやるな。くない。よし、クナイの威力2倍になってるからな、だいぶ違うはず。おら、ワンパンやで。どこにいる敵やと。あ、あ、いたいたいた。やめ打ち、やめ打ち、やめ打ち。よし、早い。坂井殿、坂井殿じゃねえ、坂井殿、私だ。石川先生、どうした？その怪我、かすり傷よ。何故先走ったのですか？いや、本当だよ。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。巴の兵だな。しかも弓取りばかりだったからな。傷の手当てを。敵は私が。ちょっととりあえず。どこにいる？どうしよう。おい、見つかってる。見つかってる。どうしよう。よいしょ。あ、でもみんな射手だ。へえ。お前勝てると思うなよ。お前勝てると思うなよ、射手ごときがよ。はい、どうしよう。いて、どこにいる、どこにいる、どこにいる。ああ、いていて、お前かい。よいしょ。いや、血にいる。うい、ね、連射するな。君連射するね、なんか。いや、持てない。さて、石川先生、治療終わったか。では行こうか。疲れたな、酒井。あなたが囲まれるとは。顔が全然見えないな、やはり。ちょっと傘変えようかな。わけは他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。厳しいこと言うな。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。ちょっと顔見てえな、酒井さん。久しぶりに頭顔変えようかな、表具。オッケー、これに戻したわ。よし、靴を置い、石川先生。で、これ何修練場に行けってなってるけど、戦うということか。修練場で。どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための手のいい道具よ。その通りじゃの。おい、巴は猛虎に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。おー、それが何だとおっしゃるのです。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまで。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。石川の結構処してるわけか。なるほどね。石川殿は結構あれなんだ。あれは何事だ。あ、何？たわむれにあやめおって。あら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 。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。なるほど。巴残虐非道だな。弟子入りを志す前は何をしてた。あれ、農民じゃなかったっけ確か。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの、たとえ弓の才があろうと。おう、まあまあ確かにな。人殺しの血が流れておるということだ。どういうこと。
まあ、シリアルキラーってことか。ナチュラルボーンだ。ナチュラルボーンのシリアルキラーなんだ。オッケー。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あら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 。地に飢えておるのだろう。あらあら。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。え、あ、これだけか。なんで？案内してくれよ、石川殿。石川殿、どこなんだ？どこまで行くんだ？結構は、結構来てんね。結構来てんね。どこまで行くんじゃろ。石川先生、どこまで行くんだこれ。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。何？しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。何？いや、なんか、なんなんだろうな。石川先生もなんかちょっとモヤモヤすんな。ちょっと頑固親父の匂いがすんだよな、あの。志村殿とやっぱ同じ気がする。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ほう、見るは二回見て、ここから歩こう。弓でやるのは一回だけと。OK。歩こうと言いつつ小橋になっちゃう。ちょっと我慢できないんだよな。早く移動したい。早く移動したい。中山砦って石川先生最初に行ったところだっけか。あ、いるね。弓取りを着々と育てておるわ。調べる。ん？ああ、ちゃんと調べる出てるわ。ほい。あれは蒙古流の芸術。折衷だ。日本式とのな。へぇ。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所がわかりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。そしたら炸裂させちゃおうかな。お疲れ。エントリー、アーチェリー。あ、砲兵がいるのか。弓兵だけかと思った。はい、よいしょ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 。はいはいはい、とっちゃいでしょ。はいはい、よいしょ。はい、よいしょよいしょ。石川先生、よいしょ。石川先生、援護あんまりないぞ。援護薄いんじゃないか。弾幕薄いぞ。見事だったぞ。ありがとう。確かですか。調べましょう。よし、巴の修練所へ向かい。あー、まあ、とりあえずこれやな。物資の目録、弓と的ばかりだ。へえ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。なるほど、早いとこ潰しとかんとな。じゃあ、あとどこでしょう。物資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 。修練場戻れ。いやいや、これもじゃないか。巴の痕跡を探せ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴、巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。
証明とはいかに。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。なんだ、やっぱり愛しているんじゃないかい、巴を。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。オーケー、成敗しましょう。エシカ殿。酒井。何を。お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。何、何怒ってんの、エシカ先生。何怒ってんの急に、怖いんだけど。よし、技量獲得。絹を2つ。さて、ちょっと進めたいけど、石川先生のどこだ。こちらでござりますか。なるほどね。クロンドと先生と、ウソとマコトと。なるほど。ヌスッと。星水の集落。こちらはなんだ、槍川。あー、なるほどね。酒売りと百姓。カッパか。そうすると、とりあえずカッパとかやってるか、カッパやって、五作の鎧はまだ手に入らないんだよな。あれ、なんだっけ、確か、あれ、そうそう、その、そこが、あれ、これ最後か。もうそんな潰したんだっけ、私。結構やってたな。よし、とりあえず、カッパやって、時間があれば、こっちの五作の鎧まで行こう。じゃあ、とりあえずね、鎧がちょっとパワーアップできるらしい。甲冑士。なんでちょっと移動して、鎧パワーアップしてから行きますわ。集落も解放したきしたっちゃ、ついでにしてきたっちゃ。で、先ほど百姓に行こう。カッパ行こうと思ったんだけど、こっち行こう。ケンジやろう。ケンジ。槍川の村。これ本編に近いな、ちょっと。とりあえず、ケンジどこにいる？ケンジ。お、あれか？あいつだ。どうした、酒よりケンジ。酒井様、久しぶり。懐かしい顔だ。ケンジ、どうした。いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。は、何か隠しておるか。いや、絶対隠してるよね。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて、物資はどっさり、あしらの分も島のみんなの分も。ん、いや、これ罠じゃねえの。この木を逃すのは口惜しい。案内し、大丈夫。さすが、分かってくれ。大丈夫か、ケンジ。信じるぞ。もし罠だったら背中から切るからな。一体私が何人の猛虎を闇討ちしてきたと考えている。お手の物だから。さあ、ケンジ、案内しろ。どこだ、それは。なぜ野営を見つけた。猛虎兵をつけてみたんです。へえ。そしたら奴ら、物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった。待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。
ちょ、物資ちょっと集め普通に物資足りなくてさ、あの鎧更新できなかったんだよ。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。え、あ、大丈夫。ケンジ、殺してやる。お主はケンジの息の根を止めてやる。なんだよ夏を。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。モーコが物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。モーコが買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く名を覚えて。どういうこと。物資はどこで手に入れた。スゲガサ州から盗んだ。酒井様、もうこの気をそらせます。逃げるつもりか。そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。ネギを発信だ。注意を発さ。はい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 。おい、正面から行くか。はいはい。よし。よいしょ。ほら、急げ。おいと、クマだ。大丈夫か。よいしょ。 OK。 どこだ弓兵。あ、てかクマおるやん。クマ、はいはいはい。よいしょ。 OK。 てかスゲガサ師も来てんのか。あ、ガチで敵だ。スゲガサ師敵になっちまったんだな本当に。よいしょ。まったく、どこにいる。いやべやべ。盗みとどもみ。おお、クマ暴れてるね。よいしょ。オッケー。よいしょ。おりだ。よいしょ。強化殺手が一人一人の技量が高えんだいな。ほらほら、よし、はい。あ、まだいんのか。ほい、ほい。いやー、なんか絶対それしたかった。よし、ほう、よしよし。あ、もう終わったんじゃないの。まだいる？あ、やってるやってる。これ大丈夫か？はい。ケンジ、夏を。よし。もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。は？社会さ。何やってんだよ。と思ったら開かなくなって。こいつら、こいつら似た者同士だな。お前仲いいな。ありがとうございました。あ、助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。誰が。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか、うん、持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。やってこい。いや、憎めねえやつだよな、やっぱりな。避けるぞ、百姓。さて、技量獲得3まで伸びたね。もう、ぼちぼち技量も伸びてきてるね。いろいろやりたいこともあるんだけど、優勢の5分。なるほど。あれ見ろ、失敗したじゃないか。怒るな。万事うまくいったのに。うまくいってない。もう子もスゲガサ衆も死んで、欲しいもんは手に入った。そういうことだね。よし、まあ、あっさり終わったからちょっと次行こうか。物資ちょっと回収してからね。もうこの槍とか潰してもらってもいいんだけど、ちょっと先にやりたいことがあるから。よし、じゃあカッパ行くか。カッパカッパ。よし、今回はカッパで最後のようだな。
さて、カッパ来たぜ。噂の真相を助けるため漁師小屋。父さん帰ってくる。どこじゃい？そっちか。探しに行かなきゃ。でもカッパには。どうした？お侍様、化け物。カッパのこと？カッパやばいんだ、そんなに。昨夜現れて見ました。見てないよ。落ち着け。お主の名は？シノでございます。シノして何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか？かつて父に聞かされた通りでした。へえ。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか？父が追い払い、私は隠れていたので。お父さん強いね。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家に俺。大丈夫？水辺に寄るでないぞ。マジで妖怪出るんじゃないか、これ。この足跡、カッパ出るのでは？でも結構ヤバめのカッパじゃない、これは。飯を食わせればいいのか。猛虎でも食ってくれればいいのに。こぼれている。急いでおったようだ。ほう。こぼれたな。食い散らかしてやる。よほど腹が。結構綺麗に食ってるじゃない。食い散らかしてあるけど。わ、血だ。この後。人か獣のものか。川に続いておる。なるほど、行きますか。襲われんようにな、サガイの陣。後が続いておる。え、全然わからん。後が続いてるのね。あ、これはカッパっぽい。そちらか。足跡あるわ。足跡残してね。わざと残して追わせてるぞ、これは。カッパめ、これ策略家だな。結構川沿いにずっとだね。ああ、親父だの？シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡がある。カッパではない。カッパではないぞ。見つけた。この方角か。ちょっと太刀を持ったカッパか。まあ、とりあえずこの道なりに行くのがよろしいかな。この匂い、焼けた魚だ。ほう、焼いておるの。こちらか。煙が上がってるかと思ったが別に上がっていない。近いぞ、近いぞ。一騎打ち。さあ、かかってこい。一騎打ち。カッパではない。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。なるほど。はい。ただの賊か。残念すぎる。はい。仕方あるまい。すべてかろう、私が。どこにいる？じゃあ、あの足音は何だったんだ、足跡は。おい、おい。はい、視点一線。柔らかい。盗みも働いておるはずだ。柔らかいぞ。続行調べろ。ちょっとブシ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 。さて、小石だ。小石？どういうこと？あ、笛だ。シノの父親のものだろう。やはりな。ほう。シノに渡さねば。なるほど。
これで帰ればいいわけだな。よし、じゃあ帰ろう。おい、しのちゃん、しのちゃん死んでたよ。お父さん死んでた。しのちゃんごめん、死んでた。父さんは言ってました。手遅れであった。笛は取ってきたぞ。カッパの仕業です。そうだな、カッパではない賊だ。いいえ、いいえ、カッパです。こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。世の厳しさを教えるな、坂井殿も。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。くぅ、救われねえな。さようなら。救われねえな。すぐに立ちます。ででん、川の子カッパ終了です。霧は手に入らんが、まあしょうがない。え、オーダのゴフ、何オーダのオフって。ああ、なるほど。 OK、 というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ次回はですね、こちらですね、不罰の五作のあたりからやっていきたいと思います。で、一応この辺の拠点はね、あのパスパスと、潰しておきますので、引き続きまたご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、ここまで語りを私、コインでお送りいたしました。また次回まで。さよなら。バイバーイ。